えるもない。急増にしちゃそれっぽくできてんじゃん。純正の制御機構の大部分は取り除いてレードユーバーのコックピットに交換したわ。グラートを乗せた時は強引に神経につないで動かしたけど、あなたにはそんな必要がないから。ブルードメア系じゃないんだな。これしか用意できなかったのよ。旧型は不満かしら。いや、これがいい。俺が触ってきたシミュレーターもこれと同じ型なんだ。だから最新だったらむしろ動かせなかったかも。あなたがまともに機体を動かしてくれさえすれば、私は私の仕事に専念できるわ。しっかりやりなさい。任せとけって。それにしてもフィオはすごいな。俺なんてまだまだへこんでんのに。至極当然よ。記憶や一部の生体部品こそ残っているけど、今の私は人じゃない。自称をねじ曲げ、復讐を果たし、半身を取り戻す。そのためだけに稼働するただのデバイス。ふん、そういうこと。ロイ・ベケット、あなたこそグラートから託された使命、軽くはないわよ。あの人は俺をマンホール暮らしから引きずり出してくれたんだ。それが間違ってなかったってことをこの戦いで証明してみせる。必ずな。中央管制よりクロスブリード発進スタンバイ。これよりカタパルトデッキへ移送する。クロスブリード了解。ハッチオープン。リニアカタパルト接続せよ。リニアカタパルト接続。進路クリア。射出準備完了。タイミングは譲渡する。システムオールグリーン。コントロールをパイロットへ。誘発。おう、ライベケット、クロスブリード出るぜ。分かっているわね。このままアキダリア海を南下、海岸から峡谷へ入ってクリセキ地を目指すわね。ヨーソロー、基地に着いたら超高速ドライブをダッシュ。バイルーン本拠地である移動惑星にひとっ飛びだろ。後続の艦隊の梅雨払いも忘れないで。大丈夫大丈夫、俺を信じろって。不安だわ。敵が多い。速度を落として艦隊の道を開けなさい。了解。っていうか、もうちょっとソフトな言い方があるんじゃないかな。俺たちパートナーだろ。そうなりたいなら努力することで。え、違うんだ。
熱源反応多数。あ、危ねえ。基地からのミサイル砲撃。私のシールドなど多少は持つけど、連続した被弾は危険だわ。避けてみせなさい。ああ、見てろ、全部ぶった切ってやるぜ。そう、バカなの。まずいわ、基地のゲートが閉まりそうだ。なんでだ、こっちは忙しくってさ。対空砲があるから上空からは入れない。このまま一直線に飛び込む。よー、データベースもない機体、カエルの新型ね。この野郎、バカみたいにミサイルよこしやがって。100倍にして返してやる。解析官よ、これを落とせば周辺の対空砲も無力化する。艦隊が砲撃にさらされる前に仕留める。こいつの戦い方、どこかで。対空砲の無力化を確認。超高速ドライブ起動。すげえ、何でもできるんだな、フィオア。ルーキスはいわば現実を書き換える装置なの。火器としての利用は一側面でしかないわ。ご苦労。ご苦労。声でけえよ。その光に入れば目的地へ行けるわ。うん、ではこのまま加速進路に入る。諸君らも遅れるな。了解。気持ち悪いから真似しないでちょうだい。この子、俺のことが嫌いなのかな。